大丈夫かグリーン。一体どうしてこんなことに。花田の洞窟で野生のポケモンと勝負したんだが、吹っ飛ばされたカメックスの下敷きになっちまったんだ。まったくついてないぜ。カメックスが？相手のポケモンは？わかんねえよ。見たこともないやつだった。グリーン、そいつはどんな攻撃をしてきた？念力やバリアを使うんで攻撃が全然効かないんだ。すなわちグリーンが戦ったポケモンはピッカピカの新種ということじゃ。あレッド、戻ってきたばかりですまんが、花田の洞窟へ行ってくれんか。ダメだレッド、行くな。あいつは強すぎる。俺の手に負えないってことは、レッド、お前だって無理ってことだ。その時ふとグリーンの言葉を何かで見たような気がしたんだ。正直言うと、俺はあのポケモンが欲しいんだ。あれだけ強いポケモンが手に入れば、次こそお前に勝てる。しっかり準備をしよう。レッド、研究室へ来なさい。はい。